本日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、北海道の西側の我が国 EEZ 内に着弾したものと思われます。北朝鮮はこれまでにない頻度で挑発行動を繰り返しています。断じて容認することができないということを改めて強く申し上げます。